硫化モリブデンは、モリブデンの硫化物で、蘇生式が MOS2 と表される黒色の個体である。一般的にはに硫化モリブデンと呼ばれる。輝き水塩鉱として天然に産出する。個体潤滑剤として、エンジンオイルの添加物等に用いられることがある。硫化モリブデンは、六方小型の層状結晶構造を持ち、各層は、モリブデンの層の両面を硫黄で挟んだ格好に、 なっている。モリブデンと硫黄の結合が強固であるのに対し、層と層をつなぐ、硫黄同士の結合は弱いため、剪断力が加わると容易に相関が滑る。このため、摩擦係数が低くなり、潤滑性を発揮する。潤滑剤として用いられる硫化モリブデン粉末は、天然の輝き水塩鉱を粉砕し、生成して不純物を取り除くことによって製造される。よって、 微粒子は粉砕することで容易に得られるが、大粒系のものは、輝き水塩鉱の粒径に依存するため得られにくい。潤滑用途では硫化モリブデンは、比較的高い耐熱性と高い耐火重性を持つため、高温、高火重化で使用されるグリースやオイルなどに添加されることが多い。また似た特性を持つグラファイトと併用して使用されることも多い。 油脂への展開以外では硫化モリブデンを何らかの方法で摩擦面に定着させ完成皮膜を形成することで素材に潤滑性、対摩耗性を付加させるという使われ方もされる。こちらの用途としては特にワイパーのビビリ防止剤やブレーキ臭の泣き止め剤等として知られている。真空中や油脂類を使用できない環境での潤滑も可能なため皮膜などといった形で 宇宙分野でも利用されている。真空中においては、大気中よりも摩擦係数が低く対摩耗性に優れ、酸化しないためさらに高温までの使用も可能となる。その結果、真空中では、大気中に比べ耐久性が高く寿命も長い。大気中においても、乾燥雰囲気においては、摩擦係数は低い。しかし湿度が上がると摩擦係数が増加、また劣化も進みやすい。 水分が介在する環境においても同様の傾向がある。この点は同じ層上の形態ではあるものの水蒸気によって摩擦特性が発揮されるグラファイトとは対照的と言える。以上の高温や環境雰囲気による酸化、劣化からの潤滑性の低下は酸化モリブデンが生成されることにより起因するとされる。この酸酸化モリブデンは 必ずしも摩擦特性が低いというわけではないため、変わらず固体潤滑剤と捉えるか、アブレッシブ摩耗を生じる異物とするかは評価が分かれる。なお酸酸化モリブデンへの変化の過程で硫化水素などが生成されることもあるため、使用環境によっては注意が必要となる。自動車用エンジンオイルに添加され使用されることもあるが、 個体であるがため分散性の問題や沈殿、オイルラインの、つまりなどの不具合を起こす、可能性、オイルの色を変化させてしまうなどの理由から近年では、製造時に添加されることは、稀となっている。現在では、可用性で、少ない添加量でほぼ同様の効果を発揮する、有機モリブデンが主流である。ただし、量販店や、ホームセンターなどで見かけるユーザーが投入するタイプの、 添加剤においては硫化モリブデンを使用した商品が今なお多く流通している。またに硫化モリブデンはエネルギーバンドギャップがあり、熱的に安定でキャリアの移動度が高く、製造技術では CMOS プロセスと互換性があり、電流のオン・オフ比が極めて高い半導体として使用できる可能性が発表されている。ZNDTP ジアルキルジチオリン酸亜鉛。 ありがとうございます。